藤藤也也君、えー、自由民主党の藤木也です、えー、金子大臣をはじめ、えー、政務三役に今回、ご就任をいただいた方々には、えー、これからです、ね、1年間、よろしくお願いをしたいと思います、もう相当な日にちがたっているんですけれども、えー、委員会として初めて、えー、お会いをし。 しかも通常の部屋と違って遠いなというふうにですね今感じながらお話を聞かせていただいておりましたけれどもえまあ例年のごとくこの年末になるとこの畜産物価格のですね議論が行われるわけですがえ今年はえ例年と違ってやはりこの長引くコロナの影響というのが非常に大きく 畜産業界の皆さん方にもおもしとなって、影響を出しているなというふうに感じます。しっかりとですね今日も20分という短い時間ですけれども、いろいろとお聞かせいただければというふうに思います。まず最初に牛乳、乳製品の販売環境改善の対策についてお伺いをさせていただきたいと思います。 この新型コロナウイルスの感染拡大によりさまざまな分野で大きな影響が生じていますが牛乳乳製品では業務用需要を中心に需要の回復が遅れておりバターやだし粉乳の在庫量は過去最高の水準まで積み上がっております足元では不需要期であるこの年末年始に 処理不可納入が発生をするかもしれないといとうです、ね、非常にこの業界の方々心配をなされる中で今日々過ごされているという危機的な状況だと思います最近高まる需要に応えるために、えー、国の事業を活用していただきながら全国の酪農家や関係者の懸命な努力によって 主要等数また生乳生産量もようやく増加に転じるという矢先にですねこのような現象が起きておりますこのコロナの影響によって在庫が積み上がり万が一処理不可能が発生をするような事態になれば生産者の営農意欲が失われせっかくこれまで積み重ねてきた関係者の努力が台無しになるんだというふうに心配をいたします こうした状況の中生産者団体や入業者は年末年始を返上して処理不可納入が発生しないよう最大限の対応を行われるほか自ら拠出をして消費の拡大対策や輸入調整品と脱脂粉乳との置き換え対策などに取り組むこととしておられます自らの取り組みだけでは限界もあるというふうに思ってございますこの 酪農乳業の持続的な発展、着実な生産基盤の拡大を図るためには、こうした生産者団体や乳業者の取り組みに対して、国からも強い後押し、支援が不可欠だと考えておりますが、農林水産省のお考えをお聞かせいただければと思います森畜産局長、えー。お答え申し上げます。 コロナの影響によりまして、牛乳、乳製品、特に業務用需要が回復をしていないという状況の中で、乳製品の在庫が非常に高水準となっているというふうに承知をしているところでございます。で現在、脱脂粉乳の在庫の削減に向けて、全国の生産者、それから乳業メーカーが一体となった取り組みについて、農林水産省も参加をして、議論をが行われているというところでございます。 農林水産省といたしましてはこうした生産者乳業の関係者の取り組み状況を踏まえコロナの状況下での必要な後押し対策を検討しているところでございますはい、藤木君はい、ありがとうございますしっかりと、えー、国の方でもですね、お支えをいただきたいというふうにお願いをさせていただきます、えー、また、えー、例年のように加工原料乳の生産者補給金の単価、えー、また収蔵乳調整金の単価 総交付対象数量の決定というのがこの時期に行われるわけですけれども、酪農経営においては、とにかくこの飼料の高騰、そして燃料の高騰といった生産資材の高騰により、大変厳しい状況が生まれております。補給金単価等につきましては、一定のルールに基づいて算定されることは承知をしておりますが、 コロナの影響もあり、厳しい状況に置かれている酪農家の方々が、今後も意欲を持って酪農の経営に、えー、継続していただきたいと思えるようなあ、継続をしていきたいと思っていただけるようなです、ね、対応をとぜひお願いをさせていただきたいと思います。特に、えー、ここのののコロナの影響がが長引くとということがです、ね、想定をされる中でやはり先入のじゅ 受給緩和といいううのはですねもう避けられないことだとだ思いますこの総北交付対象数量の設定には、現場の思いを十分に踏まえていただいて、適切な設定がなされるようにお願いをさせていただきたいと思いますが、農水省の考えをお聞かせいただければと思います、はい、森局長。お答え申し上げます。 お尋ねがありました、加工原料乳生産者補給金の単価についてでございますが、 加工原料乳生産地域の再生産が可能となるように、お指摘の例えば飼料の価格でございますとか、あるいは公私等の農家にとっての副産物収入など、その生産コストに影響を与える諸要素の変動ですとか、直近の物価動向等を考慮をするということになっております。また、あの収送入調整金単価につきましても、こうし事業者があまねく遠隔地を含め、収送入の確保が可能となるよう、 収納挿入に要するコストの変動、まあ、例えば燃油の変動等でございますが、あるいは直近の物価動向等を考慮するということになっております。また、総交付対象水量につきましては、飲用牛乳および乳製品、国産乳製品の需給事情、需要を考慮してということでございます。いいずれも食料農業のその政策審議会のの意見を聞いての決定と いうことがルールでございます。引き続き酪農経営があの継続をできるよう、本年度もルールに乗っ取りつつ適切な算定に努めてまいりたいということでございます。はい、藤木君。はい、ありがとうございます。えー、今年9月あいや今年からですね、えー、これまで畜産部だった、えー、部局が今回、えー、畜産局と いうで、すね立場に変わられて初めてのこの対策になると思います、ぜひともですね、まあ、農林水産省のやる気の表れだというふうに、私どもは理解をいたしております、ご努力いただければなというふうに思っております、えー、続きまして、配合飼料価格高騰および輸入のですね、阻止量の不足について、お伺いをさせていただければと思います。このの輸入資料価格の 高騰は広く畜産経営を圧迫しております私も先日、自民党の畜産酪農の対策委員会で北海道、宮崎、鹿児島の現地をした際にも、視察をした際にも、生産者の方々から口々に言われるのは、この飼料価格の高騰への対応を求める声が非常に大きかったなというふうに感じております。このの配合飼料価格の高騰に対しては 先般成立した3年度補正予算において資料基金への上積みを措置いただ,いたいただき大変感謝をいたしておりますただ今後もこの価格の動向を注視しつつ適切な対応をお願いしたいと思いますまた輸入阻止量については主要輸出工であるロサンゼルスのロングビーチ のえー、港におけるですね積み下ろしの停滞や、えー、中国向け輸入コンテナ船の、えー、増加による日本向けコンテナ船の入港数が、えー、減少しているなどのですね影響を受け11月以降からの輸入量が <coughs> 減少をしており、えー、生産者は、素止量の供給が滞りこのままでは廃業を考えざるを得ないというようなですね の叫びも聞こえてきてきおりますこのコンテナ物流の停滞などは飼料だけが影響を受けているわけではありませんが輸出先国の関係省庁とも連携を取っていただき飼料の安定的な輸入の確保に向けた対応が必要だと考えますが飼料輸入の現状や今後の見通し また今後の対応について、農林水産省の考えをお聞かせいただければと思います森局長。はい、えー 飼料,料価格の上昇に対しましては、あの委員ご指摘のようにあの、配合資料価格安定制度により、経営の影響緩和を図っているところでございますで。今回の補正予算において、本制度の異常補填基金への230億円の積み増しを措置をさせていただいたところでございます。今後とも制度の安定的な運営に努めてまいりたいと考えております。もう一点の素資料の料輸入状況 についいいてととうことでございますで本年の1月から11月までの、まあ、輸入量は平年並みということでございますけれども、直近の11月を見ますと、米国からの輸入の減少が見られるという状況がございます。でカナダや豪州からの輸入で代替されている部分もあるということでございますけれども、一部ではですね、あの,他の品種、通常使っていない他の品種に変更するですとか、 国内の別地域からの配送等を余儀なくされている生産者もいるいらっしゃるというふうに承知をしているところでございますこうした輸入状況の変化につきましてはまこれもやはり世界的なあのコンテナ輸送の逼迫にま由来をするものでということでございますけれども あの農林水産省にいたしましても、輸入業者等から引き続き、酢飼料の輸入状況をあのよくあの伺うこととしたいと思っておりまが伺っております、よく伺うとともに、えー、国土交通省ともです、ね、あの連携をしながら、えー、国際コンテナ輸送の状況や、 今後の見通し等について、情報共有を行うなど、引き続き、供給環境の改善に向けて取り組んでいきたいと考えております。こうした国土交通省の連携につきましては、すでに情報共有の方も始めているという状況でございます藤木君 <laughs>、はいえー。現場からはです、ね、本当に特に特都府県の えー、ギガ、メガの方々というのは、ほとんどの素資料を購入に頼っていらっしゃる方が、えーまあ、ほぼほぼだという中で,です、ね、やはりこの素資料がない、えー、確保できないことによって、頭数を減らさなければいけないというようなです、ねえー、ところまでもう来ているということであります。 えー、でぜひともです、ね、調達、まあ、いろいろな代替品でも構わないと思うんで,です、ね、まずは餌の確保をです、ね、急い取り急ぎ、えー、行っていただければと思います。それに関連する話にはなりますけれども、やはりこの国,国内で飼料の生産基盤をです、ね、拡充していかなければいけないというふうに、私は、えー、常日頃、思っております。えーまあ、私私のの親父がです、ね、よく私に言っていたのは畜産 特に牛を増やしていきたくても、お金を持っているから増やすという話じゃないんだと、やはりこの素子量が確保できる分、また対比が処理できる分を牛を増やしていくのが正しいやり方だということを、ね、私は若い頃からそれを仕込まれて、えー、規模拡大を進めてきて、いまだに私の,私の牧場では、ですね素子量は完全に100%以上の。 確保を毎年行っています対比も全然足りないというぐらい、ですね販売が順調に、えー、やっているという中で、ですねやはりこの基盤強化というのは、私は本当大事なことだろうと思います、えー、特にですね今後もこの逼迫状況というのは、しばらく続くんじゃないかなということも想定に入れながら、やはり農林水産省として、政策誘導を行っていただきたいというふうに思いますし、 特にこの令和3年のですね、えー、補正予算で、水田リド面の中で、私がこの4年間、ずっとお願いをしてきた、私立とうもろこしが、やっと今回、政策の中で表に出てまいりました、いろいろな農機具メーカーに聞きますと、やはり相当大きなですね関心の中で今、問い合わせが来ているということであります。こここういったところの後押ししをやはりこれははりれ水田リドベに関してはですね その畜産局の話じゃないのかもしれませんけど、やはりこの農水省の中で、え横の連携をしっかり取っていただきながらえ進めていただきたいと思いますし、やはりこの水田添削の中で、ですね今は飼料前にですね、一本に頼り過ぎるところがあるんじゃないかなと思いますえ。今後は水田フル活用だけではなくて、日本の農地をフル活用していただいて、いろいろな麦であったり、大豆であったり、トウモロコシであったりの餌の生産、 にですね、ぜひとも前向きに農林水産省としてお取り組みをいただきたいというふうに思ってございます。この国内の資料であったり素飼料の生産の拡大に向けた農林水産省のお考えをお聞かせいただきたいと思います。はい、金子大臣、えー、お答えいたしますが、持続的な畜産物生産を実現するとともに。 畜産経営の安定を図るためには、輸入飼料への過度な依存から脱却して、国内飼料、生産基盤に立脚した足腰の強い生産に転換することが重要であると考えております。このため、議員ご指摘のように、水田リノベーション事業等を活用した飼料用トウモロコシ等の国産飼料の生産、利用拡大、 畜産クラスター事業の飼料増産、優先枠等を活用した自給飼料、関連施設、機械の整備、導入等の支援によりまして、国産飼料の増産に向けた取り組みを今後、推進してまいりたいと思います藤木君。はい大臣の先頭に立って、ですねぜひともここにはしっかり力を入れていただきたいというふうに思います。 えー、緑の食料システム戦略がことし出されて、やはりこの持続可能性というのをですね前面に打ち出していただきたいと思いますし、この国内で飼料を生産するというのは、カロリーベースに必ずつながってくる話ですので、ぜひ今後のですね農林水産省の、まあ、お,お,お導きをですねよろしくお願いさせていただきたいと思います。えー、時間がだいいぶ迫ってまいりまりしたけれども え毎年毎年、この畜産価格のえ時期に、やはり現場から上がってくるのは、この堆肥の処理問題というのが非常に大きくございます。えー、先ほど言った施術コーンは、相当、この堆肥のえ使用する、有効、自分地でですね、堆肥を回すための有効な作物だと思っております。ただえやはりですねこの堆肥を えー、生,産生産といいますか、処理をするというのが、ですね畜産農家の方にはどうしても、まあ、廃棄物という意識が強いんだと思います、えー、やはりですねここでしっかりお金をかけて、良質の堆肥を作ることによって、それが対価として返ってくるんだ、まあ、そういう投資をした部分の原価消却は、その販売単価で補えるんだというような、ですねやはりしっかりした、えーまあ、ごし指導を、ですね農林水産省の方で。 行っていただければなと思います。もうちょっとお金をかければやれるんだけどなというような農家の方たくさん私も見ますけども、なかなかこの販売というところまでですね、えー、考えが及んでないなという点がございます。えー、ま今後ですね、えー、まその有機農業とかそういった方向にですね、えー、政策がシフトされていきますので、やはりこの使っていただける台地を作ること。 私は今後、最も大事なことだろうと思いますので、そういったところを考えてです、ねえー、事業、まあ、補助事業であったり、えー、考えていただければと思いますし、えー、こういった農水省のお考えというのをです、ね、お聞かせいただければと思います森局長。お答え申し上げます。 令和3年度の補正予算におきまして、家畜排泄物由来の高品質堆肥の生産や広域流通の促進に必要となる対比者ですとかペレット化施設等の整備を支援する事業を措置したところでございますが、併せてこの販売の面ということで、あの高品質な対比を生産して広域流通させると、でそのことによって、その 施設もうまく運営していただいけるようにということでまあ、例えばあの高品質大秘を生産するための生産専門家の指導でございますとかその大秘の省流拡大のためのコンサルタントによる指導等についても支援をこの事業で行うということにしておりますあの現場の声をまた伺いながらこうした事業をしっかり活用されるようにしていきたいというふうに思っております、はい、藤,藤木君はい終わりますはい、えー はい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 い,いいかなはいじゃあ